国家銀行カードの、アニハセチュウミで、はい、皆さん、今回の動画は、INI メンバーたちが行ったところを私が紹介する。詳しく紹介して、皆さんが韓国に来た時に、なんか行けますように、そういう紹介する動画なんですね。前に、雄大さんと、西さんが行ったところを私が紹介したんじゃないですか。だから今回は、京介さんとヒロムさん、そしてマサヤさんとフェンファンさん、この組がいたところを紹介したいと思います。なぜなら、この2組が全部ホンデの近く、韓国のホンデっていうところがあるんですけど、ソウルの中に。そこら辺でこうブラブラしましたので、それを一気でこう、この1本の動画で紹介したら、皆さんがホンデにいたとき、なんか楽しく、なんか、過ごせると思いまして、はい、私は準備しましたね。では今日も地図を見ながら見てみましょうか。皆さんせーの、レッツゴー。はい、皆さんこういう感じで、とりあえず、京介さんとヒロムさん組から見てみましょうか。京介さんとヒロムさん組は、猫カフェから行きましたね。猫カフェはここが本殿の近くなんですけど、本殿入り口駅の近くなんですけど、こんな多いですよ。この中で、ヤンナムドン小ヤギカフェっていうところに行きました。ここ。うん、ここですね、皆さん。ここ。皆さん、どこですか?あ、ここですね。ここ。ここ書いてるんですね、皆さん。ちょっと見えないですかね。すいません、皆さん。こういう感じで。ここを行きました。うん。このカフェに行きましたね。皆さん。はい、この3階だと思いますよ。このリンクは私がまた概要欄に貼っときますので、皆さんが Google マップで見られますように。でも、私が前回の動画でも言いましたけど、韓国旅行するには、ネイバーマップを使った方がいいですし、これも今ネイバーマップを見せていますので、皆さんに。Google マップにはアップデートがされてないですよ。だから、はい、韓国ではそういう特殊な状況にある国なので、皆さんがネイバーマップを使った方がもっといいです。はい、とにかく、ここですね。ここで、猫ちゃんと楽しく遊びましたね。それが可愛かったですよ。そして、ここが、こういう風景が、ヨンナムドンのなんか公園みたいな、それでここでなんか散歩もしたりするんですよ。はい、ここでしたね。そして、その次が、猫ちゃんと、なんか楽しく遊んでからどこに行ったかって言ったら、携帯のケースを作りに行きましたね。ネマンデロコンケース、ホンデル。ちょっと歩いて、ここに行きました。今、どこから移動したかって言ったら、こちら辺から今、ここに移動したんですよ。あ、こちら辺から今、ここに移動したんですね。ちょっといきなりですか。とにかく、ここに移動したんですよ。ネマンデロコンケース。ここを見てみましょうか。ここは、ここですね。ここで携帯の、ケースを作ったんですよ、皆さん。ここ。うん。この風景でしたね、皆さん。ですよね、この風景。ここから多分、こういう感じで歩いてきて、こういう風景が皆さんが多分、見やすいかな。ここ。ですよね、皆さん。とにかくここで、うん、ここ。このお店で、携帯、のケースを作りました。うん。でも楽しそうでしたね。そして、すごく可愛く作りましたので、皆さんもぜひ一緒に行って、INI が作ったその席に座って、なんか作ってみたら、皆さんにはすごく本当にいい思い出になるんじゃないかなと思いますよね。だから、はい、ここに行ってみてくださいね。そして、この次はアイスクリームを食べに行きましたね。はい、それで、ここは、ちょっと、ここどこかなってなりましたね、正直。なんかどうか分かりませんでした。分かるような、でも分からないようなみたいな、そういう感じでしたけど、探しましたね。ここは、サムシビパルペっていう、パルペって言いますか、日本語で。サムシビパルペ、ホンデジョン。はい、ここもホンデですよ、ホンデ。だからここは、ホンデ入り口駅がここで、こんぐらいの距離ですね。ああ、距離をちょっと、はといてみないと、皆さんが。ここから、こんな感じで行って、ここから、ここまでしたら、ホンデ入り口、駅まで450メートルぐらいで、
約6分って書いてますけど、10分ぐらい歩いたゆっくり歩いたら行けると思いますよ。だから近いんですよ、うん。そしてここは私の動画でもいっぱい歩いたことがあるので、皆さんもし興味ある方々は私のプレイリストで Vlog があるんですよ。そこで本での Vlog もありますので、それをなんかこの動画が終わってから見たら、ああここがここわかるってなるかもしれないですね、はい。とにかくここでアイスクリームを食べましたね。ただ皆さん、この風景でしたね。私はここを探せた理由はここですよ。とにかく皆さん、ここでこのアイスクリーム見えますよね。皆さん、ここに長いアイスクリーム、これが200円、安いですね。ここでなんか看板がビビキューが見えましたので、あ、ここ本殿の近くのビビキューなんだろうなって思って、ビビキューを探してこのお店を探しましたね、うん。とにかくここなんです、皆さん。サムシビーパルペ、そのすぐ隣になんかラッシュもあって、このメガコーヒー、私が何回も話したことありますけど、ここも安いコーヒー売ってるので、コーヒーが飲みたい方はここで、友達とある友達はアイスクリームが食べたいならここでアイスクリーム、いいですね、はい。こういう感じですね。ここでこれぐらいが京介さんとユーダ、はいはい、ヒロムさんの、コースでした、うん。どうでしたか皆さん。ちなみに皆さん、ここじゃないですか、ここでこっち側にちょっと行って、私が本田駅まですぐ行きますね。ここまで真ん中まで来るんですよ。そしてこのこここっちに向いてすぐなんかまっすぐ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 行くんですよ。さっきのなんか 500m の距離あったんじゃないですか、これが 500m ですよ。こんぐらいちょっと歩いたら H&M が出てくるんですよ、信号と。こういう感じで、お、H&M 見えるぞってなるんじゃないですか。ここがニューバランスで、そしてまた渡って、あ、ここには行けないんだ。あ、行ける？お、行ける行ける。ここが皆さん、バスキングするところあるんじゃないですか。韓国のアイドルのダンスしたり、ここなんですよ。ここでまっすぐ行って、左側に行くところが出るんですよ。こんな感じで、イニスフリで左に曲がってまっすぐ行ったら、まっすぐ行くよ、あ、行くよまっすぐ行くんですよ皆さん。行ったらたらたら、ここが本で入り口の9番出口。韓国人は約束するとき本で会おうってなったら、この9番出口で会うんですよ、はい。皆さん、こういう感じで簡単ですね、はい。とにかく次、マサヤさんとフェンファンさんのコースを行ってみましょうか皆さん。とにかくここはなんか写真ツアーをしましたね。 いろいろな写真を撮りましたね。フォトシグニチャヤンナムジョン、ヤンナムドンって日本での近くから始まりましたね、ここのチームは。でも皆さん、これを探すにはめちゃくちゃ難しかったんですよ。なぜならこう車から降りてすぐお店に入場するシーンが出てきたので、え、ここどこやろって思いましたけど、ここはフォトシグニチャヤンナムジョンですよ。ここはとにかく、はい、こういう感じで、あれ、こんな感じで見せるんだ。とにかくここなんですね皆さん、ヤンナムジョン、うん。ここは24時間らしいですよ、うん。だからここでなんかいろいろな写真撮りましたね。そしてすごくかっこよかったですね、写真も。だからぜひ皆さんもここに行って、はい、撮ってみたら、はい、同じところになんかこの動画を見て同じところに入って皆さんも撮ってみたら、すごいいい思い出になるんじゃないかなと思いますね、はい。とにかくこれを撮ってからまた写真撮りに行きましたね。なんか人生写真撮りたいってなって、それで人生写真ってなんだろうって、なんかプリクラみたいなのが韓国で人生写真っていうのかなって なりましたけど、実際はそれではなくて、なんかプリクラっていうのは韓国語ではスティッカー写真って呼ぶんですよ、ステッカー写真。それがプリクラで、なんか人生写真はただ人生写真ですよ、人生写真。ただチェーン店の名前ですよね、はい。だからそういう感じですね、はい。とにかくでも人生写真はあの4枚の写真、こういう感じで長くこう1、2、3、4枚、これを人生写真って呼んだりもするんですね、はい。だからプリクラは日本で呼ばれてるプリクラはスティカ写真って呼ぶんですよ、韓国語で、うん。ここでしたね皆さん、ここですよね皆さん、人生写真。ここに行ったんじゃないですか、
ここはどこかって、あ、やっぱここはどこかって言ったら、ここも本で入り口から近いですね。ここが本で入り口で、本で入り口ですよね。ここが本で入り口からここなんですよ。近いんですよ。うん。ここに行きましたけど、エラーになって、お金もなんかこう、なんか400円入れたのにエラーになって、そのままなんか他のところに行きましたね。リベンジしに。だから、いつか私はここに行って、私が400円なんか食われたんじゃないですか。それについて私はちょっと話してみないと。はい、とにかくここで失敗をしましたけど、皆さんもしかして興味ある方はここに行ってみてくださいね。私が概要欄に貼っときますので。とにかくここでなんか失敗してリベンジしに行ったところを私は紹介しますね。それでリベンジしに行ったところがポトイジェンパクスっていう他のなんかプリクラ、そういう人生写真撮るところでしたね。ここはヨンナムドンですよ。ホンデの近くのヨンナム。だからホンデの近くほぼそんな変わらないですね。距離的に。ここが、人生写真失敗したところじゃないですか。ここが。ここからこのすぐ向こう側のポトイジェンパクスっていうところに行きましたね。これ見てみたら、あ、ここどこってなるじゃないですか。ただこういう感じで見たらここでしたね。メンバーたちがいたところ。だからここでまた可愛くかっこよく写真を撮りましたね。うん、とにかくこういう感じですよ。ここがヤンナムドンですよ。うん、ここヤンナムドン。うん、とにかくここで撮って、これを撮ってから、美味しいドーナツ、そしてインスタ映えのようにすごく写真撮ったドーナツのお店、覚えてるんですか皆さん。そこはどこかと言ったら、そのドーナツの店はちょっと駅からもうちょっと少し遠いんですよ。でもここもヤンナムドンですね皆さん。ヤンナムっていうところが何が有名かと言ったら、カフェ、かわいいカフェとか美味しいなんかお店とかおしゃれなお店、そういうのが多いですので、ロカルはこの本で入り口のすぐ近くじゃなくて、もう少しこう遠い距離のこの近くで遊ぶんですよ。うん、だからこのヨンナムドンにはいいカフェ、なんかおしゃれなカフェが多いですので、そこで撮りましたねドーナツは。なんかここ行ってみましょうか皆さん。ここは、はい、皆さんここでしたね。このドーナツのお店でしたね。ん、ちょっとでも撮影した時と若干なんか違う雰囲気かもしれないですけど、とにかくここでしたね。ここで写真を撮ったりそうしましたね。はい、ここをちょっと調べてみたら、いろいろなブログで本当にロカル的にも結構人気あるらしいです、韓国人女性からも。だから結構美味しいらしいですので、私がいつかなんか機会があればこの近くに行く時になんか皆さんに実際に行ってみて紹介ができればいいですけど、もしかしてそれができなかったら皆さんもぜひいつか韓国に来られた時になんかぜひ行ってみてくださいね。なんか美味しいらしいですよ。でも私は時間があれば先に私が行って実際に皆さんに感想を話しますね。はい、とにかくこういう感じで、うん、まあツアーは終わりましたね。このマサヤさんとフェンファンさん組も、はい、とにかくここは駅からどんだけ遠いかと言ったら、でも普通に歩くんですよ韓国人は。でだから皆さんも歩いて行けるんですよね。だからホンデ行くはなんか2つの種類があるんですよね皆さん。この空港線とそしてこの2号線がありますけど、2号線から出たら3番出口、空港線から出たら4番出口から出たらいいと思います。はい、とにかくこういう感じで、ここからちょっと貼ってみましょうか。ここまで行ってどこ、え、結構遠いやん、遠いか。ここまで行って、ここまで行ったら、おお結構遠い、 1.2キロだから歩いて20分ぐらいかかるんですよ。うん、確かにちょっと遠いですね。でもなんか歩いて行きながらすごいおしゃれなカフェとかお店が多いですので、そういうのもなんか見ながらゆっくりいてもいいと思いますので、公園もこう通っていきますので、はい、いい時間になると思いますので、本当になんか寒い時、本当に暑い時じゃなければ歩いていってもいいと思います。はい、とにかくこういう感じで私が皆さんに
こういう情報を伝えることができて、私個人的には嬉しいですけど、皆さんからしたらどうか分かりませんが、とにかくもしかしたら楽しかったらチャンネル登録してまた遊びに来ていただけたら嬉しいです。ってことでしょ。